かけた死闘が今始まる。そうですよね、はい、さあそして赤いパンツが安井ですが、今ローキック空を切りました。これだけ足技を軽に使う選手は見たことないことですから。そうですよ、これはカウンター気味にパンチが入ったようにも見えましたが、しかしこれはカウンターありません。さあ開始直後から両者このキックを出してね、今回のこのセルカングマッツ、おっと強力な右ローキック、セルカングマッツ相手を見据えながら、おっと回転しない、共にキックにはかなり趣味がありますからね。ローキックで安弘選手でしょうね、はいはい、逆に空中で2回3回と足を出してきます。セルカイルマッツ最高到達点は3メートル10以上、はい、まあ、ほとんどですね、世界のトップクラスのバレーボール選手のもうスパイクポイントまでしまうというね。さあ両者そして開始直後からおっと大橋り空手の技を見せてきました。青銅会館の切り札安弘圧力が強いですね。あ、やはりそうですか、はい、身長が180センチというセルカン・ギルバッツ、逆に安弘は10センチ低い1メートル70センチ。安弘選手の、ね、右のロッキックが効いてますよね。なるほど、セルカン・ギルバッツの足にロッキック、この音もすごい音が響き渡ります。セルカン・ギルバッツ安弘もこのところはトマッツ頭にもらった、ミスしたり強いですよ。1つ2つのキックを前へ前へと出してくる。さあコーナーに追い詰めるか、最後の連打を出してくる、最後の連打かなりパンチは重そうだ。左のハイキックは空を切った、セルカ一発が構成。さあ逆に後ろに下がっていく安井のカウンターに合わせます。パンチはイルマス選手が思ったほどいい、思ったほどいい、今右線で食らってましたね。そうですよね、畠山さんどうですか、安井のパンチ今右伸びましたね。2人そうですね、いい右入ります。今日はその前にね、はい、杉野選手のセルマスの右線からちょっと効いたんですよね、はい、イルマッツか、イルマッツがですね、まあ、前に出るタイプ、そして安井も前に出るタイプ、青銅魂はとにかく前に出ること、そのように語っていた安井和也。このイルマッツの、ね、はい、圧力が強くて、はい、先ほどの安井選手も前には出れないんですよね。そうですね、トーナメントでは3位に入ったこの安井であっても、ああ、倒れたガッツボールのセルカングマッツ、すぐに立ち上がって安井ダウンを奪われました。ダウンじゃない、スリップですか、大変失礼いたしました、スリップ大振りのパンチ、そしてキックを出します。ロープを強く立ち上がってきた安井の勝ちや、ワンツー聞いてますよ、聞いてますよ、聞いてますよ、ワンツー豪華にパンチを繰り出しました。セルカン・ギルマッツ長い髪を振り乱す、残り時間があと20秒となりました。第1ラウンド両者ともに手数が多い、そして構成に出ているのはセルカン・ギルマッツも見えますが、逆に安井のここはなんとか自分を取り戻すことが大切。残り時間10秒を切った第1ラウンド、第3試合安井のセルカン・ギルマッツ力が入った、なんとか最後傷が折れたところ、ダウンですね、最後ダウン、ダウンを奪われました、今ダウン、ダウンを奪われました、スタンディングダウンを奪われた。スポンサーがお送りします。ただですね、今回のイルマス選手はパンチがすごいですね。そうですね、そうか、まあ、キックにしろパンチにしても破壊力がありますよね。ありますよね、まあ、そのイルマツなんですが、あ、これが、まあ、プロデビュー、プロで2戦目ということなんですけど、今回はですね、パンチ、ロー、そしてミドルを練習してきたというふうに試合前語っていました。そしてですね、今ちょっと入った情報ですが、安弘の鼻がフリストレートで折れたんですよね。青銅魂をここでも見せつけようかという安弘、鼻が折れた状態を前に向かう、これスリップ開始から一気に攻めてこようタイプだとは思うんですけどね、ただすごい破壊力があるんで、現在は第2ラウンド、互いにパンチを出していきます。安弘がダウン、ダウン、すぐに立ち上がって安弘で終わりますが、今日が2度目のダウン、大丈夫でしょうか、意識はしっかりしているようにも見えますが、ご覧のように鼻がいびつに右側に曲がっています。それでもリングに立ち続けるこの八代、果敢に攻めていくイルマツ、イルマツ、おっとスピンキック、スピンキックを見せてきました。
ということですね。あとバツバツ逃げる八代、逃げる八代、カウンター狙ってるんですけどね、かかってますよね。一度ブレイクが取られますが、あとしかし八代も相手に向かっていこうというダウンはされたが、俺はまだ効いていない、そんな気合がみなぎっています。一度また右のパンチをもらった、すごい試合ですよね、これそうですね。いいタイミングです、いいタイミングです。さあ逆に今度は八代のチャンスだ、右のストレートがもろに顔面をクリーンヒット。これすごい喧嘩殺法ですね、今日のイルマッツは。KO 負けとなってしまった安田。オレス界の小さな巨人ブラハマン、そして戦慄の最強遺伝子山本キッド則文対決となります。